これはすごい。60年代の初代フェアレディ Z じゃないですか。まあ大したものではないですよ。何をおっしゃいます。海外の富豪向けに売りに出そうと思うんだ。より高値がつくようにカスタムしてよね。ご予算はいかほど。金に糸目はつけないよ。改造費はいくらでも払うから。ありがとうございます。トレイルさんが営業停止。自己破産するかもしれないとの噂が。浜中さんに連絡は？つきません。すでに海外に逃亡されているという噂も。国税庁に持っていかれる前に預かってる車を隠しておけ。まだ改造費は支払われてないんだ。はい。畜生。怪しいとは思っていたが、やはりあれは横領倉庫だったということか。島ゆうのアトリエ。2023年3月3日、楽天モバイルの携帯電話基地局整備をめぐり、巨額の水増し請求をしたとして、楽天モバイルの元幹部ら3人が警視庁に逮捕された。逮捕されたのは、楽天モバイルの元物流管理部長佐藤裕樹、業務委託先であった物流会社日本ロジステック元常務三橋和成、下請け会社であった運送会社トレイル社長浜中治。2021年7月、3人は共謀して基地局建設の業務委託費として約9億円を水増しした請求書を楽天モバイルに提出。同社から約25億円を送金させて騙し取ったとされている。第4の事業者として携帯電話サービスに本格参入していた楽天モバイル。委託先をも抱き込む形で発覚した不正請求の裏にあった背景とは。ごめん、遅れちゃった。もう15分も待ったじゃん。ほんとごめん、途中で忘れ物しちゃってさ、家に戻ってたら電車一本逃しちゃったんだ。だったら連絡くれればよかったのに。いや、メッセージは入れたんだよ。だけど返事がないから電話もかけたんだけど繋がらなくてさ。嘘。あ、県外だ。そうなの？地下だからかな。そんなこと言ってもここ都内だよ。どこのキャリア使ってたんだっけ。楽天モバイルだけど。ああ、やっぱり電波弱いよね。安いと思って契約したんだけどやっぱり使えないな。乗り換えた方がいいんじゃない。2018年に総務省から携帯通信事業者の認可を受けた楽天モバイル。翌年の先行サービスを経て2020年正式サービスを開始。1ギガ以下0円という衝撃的な料金プランを売りに、開始から3ヶ月足らずで契約者は100万人を突破。さらに1年後には300万人を突破するなど、順調に契約者数を増やしてきた。その一方で課題とされていたのは不安定な電波状態。既存の携帯電話大手3社に次ぐ第4のキャリアとして、ゼロからの基地局設置が必要とされた楽天モバイル。サービス開始当初から基地局開設に尽力するとともに、未開設地域においては au 回線のローミングを使用するなど、電波状態の改善に努めてきていた。携帯電話事業に新規参入した楽天モバイルにとって、基地局建設は至上命題でした。当初は思うように拡大が進んでいなかったとか。先行サービス開始前の2019年3月から8月の間には、総務省から3度にわたって行政指導を受けています。いくら利用料金が安くても電波が通じないのでは契約にはつながりませんよね。そのため楽天モバイルは何よりも基地局数を増やすことを重視していました。2022年3月時点の前年比は 4G は2倍超の4万5000局、 5G に至っては8倍近くの1万1000局まで増加しています。最高発の携帯電話会社である楽天モバイルだったが、認可から約5年で自社のネットワークの人口カバー率は 98% まで構築。その一方で2022年12月期には過去最大となる3728億円の純損失を計上した楽天グループ。その大部分は急ピッチで基地局建設を進めてきた楽天モバイルの巨額な設備投資だと言われていた。第4のキャリアとして自前の基地局網を構築することを決めた段階で、毎年3000億円規模の設備投資をすることが楽天の宿命になりました。つまり巨額の赤字を計上することは織り込み済みでもあったということでしょうか。
2022年の設備投資は2960億円、2023年も同等の3000億円を見込んでいます。しかしすでに人口カバー率は 98% に達しているわけですから、ピークはここまでで2024年以降は大幅に減少すると思われます。契約を獲得するためには何より通信環境が重要となりますからね。当初の計画よりかなり前倒しで基地局を急増させたようです。しかしなりふり構わず進めた結果が今回の事件へとつながってしまったのではないでしょうか。日本最大級の EC サイトである楽天市場や楽天銀行といった楽天経済圏を持つ楽天グループ、社長兼会長の三木谷博はその顧客を楽天モバイルに取り込むことでさらなる事業の拡大を目指していた。基地局建設が急務とされる中、楽天モバイルの物流管理部長に抜擢されたのが今回逮捕された佐藤裕樹。かつて勤務していたアマゾンで作り上げた新しい運送の流れが評価され2018年4月に楽天グループに入社、2019年10月に楽天モバイルへと移籍したという経緯を持っていた。基地局の建設は我が社にとって最重要課題だ。かしこまりました。しかし私は基地局建設については素人同然ですがよろしいのですか。アマゾンでの実績を見れば十分だ。培ったノウハウをフルに活用してくれ。勉強させていただきます。費用はいくらかかってもいい。早急に拡大するよう尽力してほしい。社運をかけたと言っても過言ではない携帯電話事業、その重要な任務の一端を任された佐藤は携帯電話基地局の部材や管理輸送などに関わっていた2社の力を借りることにした。日本ロジステックとトレイルだ。楽天モバイルからの仕事を受け負うようになっていこう。この2社の売上高は急速な伸びを見せました。全国に携帯電話の基地局を建設しようとしているわけですから、大きな仕事になりますよね。2019年3月期に9億円だったトレイルの売上は2022年3月期には192億円にまでアップしています。ものすごい成長ですね。拠点も2カ所だけでしたが、3年間で北は仙台、南は沖縄に至るまで全国17カ所へと増えました。業界でも注目されていたのではないでしょうか。かつて佐藤がアマゾンで華々しい実績を上げていた時も深く関わっていたと言われているトレイル、すでに関係性が構築されていたこともあってか、今回の事件においても中心的に動いていたのではないかと言われていた。社長、今何とおっしゃいました？レーシングチームを結成するんだ。ドリフトレースにも進出するぞ。レーサーの個人スポンサーの次はチームの結成ですか。すごいですね社長。楽天から予算を取ってきたんだ。うちの会社はまだまだいける。2020年からレーサーの個人スポンサーを務めていたトレイル、2021年には TMAR というチームを結成し、ドリフトレースへも参戦。莫大な費用がかけられた競技車両を浮世離れした派手なトラックで運び込む。神奈川県相模原市にある倉庫には150台にもなる数千万円レベルの高級車や激レア国産旧車が保管、総額は50億円以上に達すると見られていた。飲食店では一度に数百万円を使用していたとも言われていた浜中、その資金源とは。佐藤さん、言われた通りに請求書を作成しましたが、本当にこの金額でいいんですか？ああ、これで問題ない。名目は資材の保管費用にしています。しかし9億円も水増しすればさすがにやばいのでは。大丈夫だ。基地局に関する予算は青天井、俺に全権が委ねられているんだ。通らない請求書はない。では今回の請求は25億円ということで。よし、預かっていこう。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。その代わり承知しております。基地局建設にあたり佐藤は業務委託を行った日本ロジステックの元常務三橋とトレイルの社長浜中と共謀。日本ロジステックは部材の輸送費などの名目で楽天モバイルに対し約9億円を水増し請求し、同社から25億円を送金させていた。さらに日本ロジステックは一部の業務をトレイルへと再委託、水増し請求分はマージンを差し引いた上で両社から佐藤の個人口座や佐藤の妻が代表を務める会社の口座へと還流していた。トレイルの浜中は2020年2月頃、東京にあるコンサル会社 TK ロジを約400万円で買収し、佐藤の妻を代表取締役にしました。そ
それは搾取金を完了させるためでしょうか。 TK ロジの口座にはトレイルからコンソル料名目で毎月多額の現金が送金されていたことが確認されたようです。これは氷山の一角だという話もありますが、TK ロジのような搾取金を完了させる会社は複数あったと見ていいでしょう。いわゆるマネーロンダリングが行われていたということですね。基地局の整備を急ぐあまり、担当者である佐藤の権限を強めた結果、生み出していたのは不正の温床。しかしそのような状況は長くは続かなかった。どういうことだよ。明日から休業することになりました。だから理由を説明しろって。仕事がなくなるってことなのか。会社都合でして。その後はどうなるんだよ。わかりません。なんだよそれ。2022年8月31日、楽天モバイルの携帯電話基地局の建設に使われる無線機やアンテナなどの部材の受け入れや出庫作業を担っていた倉庫で飛び交っていた怒号。その日の午後4時をもっての撤退が突如として告げられていたからだ。従業員はまるで悪夢を見ているかのようだったという。まさに晴天の霹靂でした。この倉庫に集められた部材はどこへ。九州全域の建設現場へ輸送されていきました。自分が基地局整備という大きな仕事に関わるというやりがいも感じていたんですが。撤退の理由は伝えられましたか。何でもあの前日に日本ロジステックが東京地裁に民事再生法の適用を申し立てたらしいんです。取引先の4銀行全ての口座の出入金ができなくなって運転資金が使えない状況になったからだとか。2022年8月、楽天モバイルの社内調査から佐藤が不正請求に関わっていることが発覚。佐藤は社内規定に基づき8月12日付で懲戒解雇の処分となっていた。さらに共謀に関与していたとされる日本ロジステックとトレイル両社との取引を停止した上で裁判所に預金口座の仮差し押さえを申請。楽天モバイルからの発注事業が売上の大半を占めていた2社はその措置によりたちまち経営が行き詰まった。日本ロジステックは民事再生法の適用を余儀なくされ、トレイルも営業停止し、その後自己破産。さらにこの2社が抱えていた多くの下請け会社もまた連鎖倒産の危機へと追い込まれることになった。日本ロジステックやトレイルに関しては自業自得とも言える結果です。しかし連鎖倒産に追い込まれた下請け企業にとっては理不尽以外の何者でもありませんね。楽天モバイルの幹部が主導していた事件とあって何らかの手立てを講じるべきではないかという意見もありました。しかし楽天モバイル側は個別の取引先からさらに業務を委託された取引について何らかの対応や関与を行う立場にはないと。孫受けまで救済する責任はないと同情する声もあった一方、道義的な追及は避けられないと糾弾する声もありました。巨額の赤字を計上している楽天がゆえもはや救済する余力さえ残っていないのではという意見も聞かれていましたね。捜査2課によれば同様の手口を繰り返していた3人は2019年から2021年までに約300億円を搾取。神奈川や沖縄にある高級マンションなど不動産を9件、高級車は6台所持していたと言われている佐藤。着服額は46億円とも言われていた。楽天モバイルの物流管理部長であった佐藤が担っていたのは業務が正しく行われているかの研修だったと言われていますね。水増しされた請求が届いても担当部長として自らその金額に不正はないと社内で報告し支払わせていたのでしょう。基地局の部材の物流全般を統括し物流計画の立案も任されていたようですね。実は日本ロジステックがトレイルに再委託していたことは楽天モバイル側は承諾していなかったとか。ということは担当部長という立場を利用した佐藤が無断でトレイルを取引に組み入れた可能性は否定できません。逮捕当時、佐藤と妻の口座に残されていた 3.6 億円とも言われる預貯金。未だ捜査2課は3人の認否を明らかにはしていない。現在発覚しているのは氷山の一角だという声も聞かれ、捜査によるさらなる全容解明が急がれている。